新井正和の出版で学園始まりました。スパルタ王子こと新井正和です。昨日はなんとホワイトデーでございました。幸せだった人、そうでない人いると思いますけども、君たちはどうだったんでしょうか。紹介どうぞ。はい、小学校の頃から花粉症に、悩まされている笹島の脇です。ちょっと待って、花粉症で声がちっちゃいの？おとなしいぞ。ガンガン、はい、次。はい、私、2回目の登場でございます。元矢部幸直と言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それで、何なんか言いたいの？はい、こちらのですね、もう昨日のホワイトデーなんですけれども、君から何ももらってないぞ。僕は。そうなんですよ。私もう今からですね、ちょっとゴディバにお買い物に行く予定でございます。すごいですよ。そう、元矢部はね、はい、ゴディバを僕にくれて、矢部元っていうのは4月にですね、はい、僕と社長と焼肉をそうしてくるんだって。有限定で決まりでございます。まあ、こんなね、メンバーでお送りしますので、よろしくお願いいたします。はい、この番組はオフィスフォルツァの提供でお送りいたします。改めまして、スパルタ王子こと新井正和でございます。はい、ノブ声ちっちゃいな。あ、小さいですか？あのね、僕ね、もうそろそろですね、番組で本当にダメ出しをしだそうかなと思ってた頃なんですよ。ほう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 、頑張ります。はい、ちっちゃい、小さいですか？笹島信明です。お前を嫁にもらう前にそこまで言っておきたというような感じでございますね。はい、誰かと言ったらね、俺言わないからね。誰でしょう。はい、さてどうございますね。2月の27日、ハートケア横浜に何しに行った、信くん？はい、あれです、あのあれ？施設訪問に行きましたね。はい、高島。施設訪問。はい、どうでした？そうですね、結構あの自分演劇するの結構ブランクがあったんですよね。あ、本当に？はい、うん、で結構あの、まあ、お年寄りの方をこう前に演技して、うん、緊張した？はい、緊張しましたね。緊張したんだ。はい、なるほどね。うん、それとまたね、4月の26日に26日まだ評判が良かったんですよ。はい、なのでハートケア横浜さん、4月の26日またお伺いいたします。ありがとうございます。元矢部、何か言いたいことがあったら言ってごらん。はい、ですね、元矢部幸直はちょっとこちらの、ハートケア横浜さんとはちょっと関わり合いがないんですけれども、私の、なんで上から目線なんだ、関わりがねえとかよ。私のですね、大親友の矢部元直行という君のお兄ちゃんね。はい、ものがですね、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、はい、参りますので、ちょっ とよろしくお伝えしておきます。はい、じゃあさ、ノブさん、話変わるけど、はい、冒頭で言ってたホワイトデーはどうなったんだよ。はい、ホワイトデーはそうですね、うんうん、まあそこそこってところです。そこそこってどういうことよ。はい、そこまで、それからそれから、はい、もらってないですね。あ、ちょっともらってない。ホワイトデーってそもそも渡す側じゃない。渡す側だよ。いやいや、そうですね、だからあの、はい、そこまでこうバレンタインデーでもらってなかったから、はい、渡す。あ、何、君人気なかったの？まあまあまあ、そこまでっていう。僕もね、誰も誰もって言ってることくれないんだよ。なんでか知ってる？出会いがないから。帰れ。いやでも違う、僕の場合はね、あの義理はいらないって言い張ってたんだってさ。義理チョコも申し訳ないじゃん。断るんですか？義理チョコはいりませんよって。ああ、もう言っちゃうんですね。言っちゃいます。そうすると、お前なんかにくれてやるか、初めからって言われちゃう。まあそれも手ですよね。そう、はい、ってことはね、本命が来るってことですよ。ああ、これみー、誰も来なかったけどね。誰も来ない。元山、うーんじゃねえんだよ、全部態度できない。お前もやるか。おい、せめていいよ、こいつ。せめていいですか。うん、元矢部さんどうだったんですか。元矢部はですね、あの、今回のバレンタインではですね、はい、返せ早く。そうなんですよね、あの、もらったもののお返しがですね、やってないけど返せよ。やってないのに返せっていうのはちょっと不思議な話なんですけれども。君返すって言ったじゃん、渡しますと。はい、そうなんですよ。ゴディバのチョコレート、はい、渡しますと言ったんですけど、そのゴディバのチョコレートに関して、ゴディバじゃねえぞ、ゴディバだぞ、ゴディバと言いました。はい、ゴディバのチョコレートに関してはちゃんともうこれから買いに行く予定なんですけれども。絶対ね。はい、あの、その他のギリチョコに関してはちょっとチロルチョコでお返しをいたします。チロルチョコ、チロルチョコでも美味しいからね。いいと思いますね。はい、まあまあまあ、まあ冒頭はこんな話でございました。
ドリームドリーム。このコーナーはこんな楽しい夢、笑える夢、怖い夢、不思議な夢見ちゃいましたを紹介するコーナーです。さあですね、僕も最近ね夢見る間もなくですね、だいたい夜中の2時に寝て朝5時に起きるというね、年寄りのこの行動をしておりますから、気づいたらこう落ちちゃうみたいなのありますよね、疲れて。それもある、それもある、はい、ただ一応ねあのベッドに入るんですよ、2時ぐらいに、はい、そうするとパッと目が覚める、まだ暗い、あまだ夜中なんだろうな、違うんです、もう5時なんですよ、そっからもう目が覚めちゃって、うん、でもね一個利点があって、はい、仕事がはかどるんですよ5時から起きてやると、まあ、こんな感じでした、はい、まあうん、さてさて、このコーナーじゃあ行ってみましょうか、どちらからでしょう、どうぞ。じゃあ自分からいきます、うん、はい、お願いします、はい、最近ですね、うん、なんかまあ週 2,3 ぐらいですかね、うん、まあ楽しい夢なんですけど、まあ、楽しい夢、まあ笑える夢でもあるんですけど、エロティックですね、君は楽しいって言うと、いやそれそうとは限らないですよそうとは限らないです、そうとは限らないですよ、はい、モテヤブ君、はい、いやちょうど小中学校の頃の友人ですね、うんうん、はい、その旧友が、うん、幼馴染がこう出てくるっていう夢が、はい、その方は元気でいらっしゃいますか？元気です、元気です。あ、よかった、はい、はい、もう本当週 2,3 ぐらいですね、うん、こうちょうど自分がこう楽しかったなってこう、うん、思い出で残ってるのがちょうど小中学校時代なんですよね、うん、はい、でなんか本当今年ぐらいになって、どんな感じか今から説明してくるんだよね、はい、どんな感じの夢だったか、どんな感じか、はい、うん、どうぞどうぞ、はい、そうですね、なんかこうこう小中学校時代ってわけあいあいとしてるじゃないですか、なんか高校時代になるとこうなんか好き嫌いみたいな、あ、なるほどね、はい、なんかこうあると思うんですけど、なるほど、うん、はい、なんかこう誰とでも友達みたいなのが、はい、なるほど、うん、なるほどね、そういうこう雰囲気ってないですかね、あのですね、はい、元ヤブはですね、はい、小学校の時ですね、上司と話をすると笑われていた時代でした、うん、上司と、あ、女子今でも笑われてるよ、今でも笑われる時代ですかね、はい、時代じゃなくてあなたも一生笑われるんだよ、あ、じゃあもうどうしようもないです、こう、はい、出てこないですかね、小中学校の頃の友達とかってなんか夢に、僕ね実はですね仕事してましてですね、はい、小学校中退なんですよ、嘘ですけど嘘ついちゃダメですぐらいね、あんまりね行く暇もなくて、あ、はい、友達と遊ぶ記憶っていうのは良くなくてですね、あんまりなかったんですよね、はいはい、どちらかというと仕事で大人と遊んでる記憶の方が多いですね、あ、そうなんですね、うん、お兄ちゃんお姉ちゃん、はい、なるほど、じいちゃんばあちゃんね、かな、そんな感じですよ僕の場合は、なるほど、なるほど、あ、じゃあ隣の元を破る、はい、君の夢だよ、はい、私元聞きたくないけどはい、ありがとうございます、元ヤブの夢なんですけれども、ですね、もうバレンタインはもう過ぎたはずなのにバレンタインの夢を見てしまいましてですね、はい、欲してるの君は、欲しているのかもしれないですね、いやでもですね、その後 ですね、夢で出てきたチョコレートがですね、はい、チョコレートは、うん、はい、等身大の女性をかたどったチョコレートなんですまたさ、それちょっと待って、エロ組じゃん君たち2人は、そうそう、例えばどんな感じの女性なんだか、ね、知りたいね、ね、はい、そうですね、どういう、やっぱそこはですね、じゃないの、はい、そこはですね、元ヤブの好みのもうスレンダーでスラッとしたもう細い体の女性なんですよ、若い女性ですか、もうすごいもう髪もストレートで、でもさ聞いた今、はい、これさ太ってる女性に対してさ失礼なこと言ってるよね、まあまあ、それは元ヤブの好みですので、あくまでまあこう固定概念みたいな、そうだよね、あくまで元ヤブの好み、君は外見でしか選ばないのか人そんなわけがないですよ、デブだっていいじゃん、デブだってね、止まりましたそうですね、はい、それで、はい、ですね、そちらのですね、チョコレートをいただきましてですね、ちょっとどこから食べようかなと、もうすごい悩みましてですねそれちょっと危ないですよ、どこから食べんだよ、でその結果ですね、とりあえずまず髪の先からいただきまして、はあ、次その次にですね、ちょっと指先をいただきまして次はい、もうそこからですね、もう徐々に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 腕に行き、肩に行きそしてもう胸元に行きみたいなあれですか、そういう夢はよく見るんですか、ですね、今回この夢をこういう系の夢を見たのは今回が初めてです、ああ初めて、まあ最も夢だ、例えばね、はい、ノブだったらどっから食べる、自分だったらどっから食べるって言い方ですよ、どっから食べる、いやその大きさにもよりますよね、等身大でしょ、等身大です、等身大、本当にどっから行く、どっから、もう決まってんでしょ、
いやまあ口からとか口からなんだいやまあ口から食っといてあとはそこからどこ行く、あとはいやどこですかね、いやどこですか決まってんでしょもういやいやまあ腕とか、はい、うそあの用語に引っかからなければ大丈夫だから大丈夫ですか、うん、どこ行くの、いやまあそこら辺ですよ、唇行って、はい、唇行って、唇行って、腕行って、腕行ってパイパイでなんで受けてんのお胸でしょ、まあ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 行きますね、チョコレートなんだからおかしいでしょ、いやまあまあそうですよ、まあ、はい、全部食べないと僕だったら頭から行くけどね、あだって人じゃないもんチョコレートだもん、まあ、そうですね、まあまあ、はい、それを唇からとかさいやいやいや、あ髪の毛はいいのか、髪の毛から、あ合ってるね、ノブどうなっちゃったのこれ、いや汗が引いてない、汗が、いや汗が、もうさっきからだいぶ動揺してない、いや大丈夫ですだいぶ汗はでちなみにそのさ話戻っちゃうけど、ノブのさ、はいはい、幼馴染っていうのは連絡あるのかな、うん、いやそうなんですよ、その夢見てから、うん、なんかやっぱこう友達関係ちょっと見直そうかなと思って、見直そうっていうか、見直そうっていうと、はい、こいつとは付き合わない、こいつはいいからっていうことなのか、そういうことじゃなくて、そういうことじゃない、はい、親友とは結構こう連絡取り合ったりして、親友って何人の、親友は 2,3 人ぐらい、うそ、え、だってそのぐらい、いや本当に親友って一人じゃないの普通、あいやまあ一人、そう 2,3 人ってそれ友達、仲のいい友達でしょ、じゃ親友の定義、はい、親友の定義、親友の定義、うん、ああ、はい、友達と親友の違いだよね、どこまでが仲のいい友達、はい、どこからが親友か、うんうんうん、そうですね、自分の場合だと、うん、こう自分のこう間違ってるところとか、うん、まあ、そういうところをこう指摘してくれるみたいな、で友達でも指摘するよね、なまってんじゃねえかとか、お互いなまってんじゃねえかって言っちゃうでしょあバカにしてんぞ栃木を、あ茨城か、そうなんです、栃木って、友達の場合だとあんまりこう言ってくれないですね気にならないからかな、なまってんじゃねえかって言わないよ、うん、いやいや、おい元山、はい、茨城をバカにすんじゃないよ俺バカにしてないですよ、君の顔は笑ってるんだよ僕が真剣に言ってるのに、じゃあ、はい、指摘してくるで、親友は、はい、親友はどうなの、親友の定義ですか、うん、定義だから、まあ、友達と親友のこの境があるじゃん、あそうです、ちょうどね右と左に分かれる、そこの右が親友としよう、左が友達としよう、この境ギリギリは何かということを僕は求めてっていうか聞きたい、ギリギリですか、あ何なんだろうね、そこは、あそうですね、こいつは親友になるかなんねえなみたいな、こいつ友達と思ったら親友かみたいな、あそれありますね、それどこっていうのがちょっと難、え、ちなみにどこですか、親友ないもん、親友の定義、親友も友達もいないもん、はい、いやいやそれはない、そうですね、でもいないにしても、はい、もし親友がいるとしたら、うんうん、そうですね、もう何かしら の以心伝心みたいなものが伝わるような、僕違うんだよね、やっぱりね過去を知ってるか知ってないか、ちゃんとした僕の歩んできた道を、ああなるほど、そっちですか、そしたらさ通過になれるわけよ、あこいつはこうだから、こういう風に歩んできたから、こいつはこういう風に考えてんだろうな、うん、何も言わなくても分かるって相手を知ってるからじゃないかなと思うんだよね、まあそうですね、うん、友達っていうのはやっぱりさ楽しいことばかりを求めるような友達だって、親友っていうのは苦楽を共にできるものが親友、要するにやっぱお互いのね、うん、苦労も知ってるとかね、もちろん嫌なことも知ってる、ガチで喧嘩もできる、うん、かといって喧嘩をしたからって元に戻んないわけじゃなくて、それはやっぱりお互いの言い分として言ってるだけだって、うん、それそうです、確かに喧嘩しても元通りに 戻りますね、確かに、うん、それは親友だと思うんだよね、はい、でも親友って危険なのがさ、一人の女性を争う男たちの親友ってこれやだな、あそれ結構怖い、これどう自分が例えばさ、好きな女の子がいました、はい、まあ元山が親友だとしよう、はい、元山も超好き、元山俺あいつ好きなんだよな、告白したいなって言った時どうする、はい、そうですね、もう言う君じゃないよ、ノブに聞いてんだよ、ああ、はい、何を答えてんだ君は元藪さんとこう親友だった場合、はい、うん、で自分が告白するかどうかですか、好きなの、って女の子が好きで、はい、でも元藪がノブに、うん、俺あの子好きなんだよなって相談しに来た、はい、どうするよこれ、あでも絶対好きなんだよ、自分のものにしたい、うんうん、ひょっとしたらこの子と一生を遂げられたらこんな幸せはねえんじゃねえかみたいなね、うん、そうですね、ああ今までそういう気ないんですよね、ああ例えばの話です、例えばですよね、うん、はい、いやーどういや元藪さんにはこう黙ってると思います、はい、だから好きだということ、結局さ俺告白しようとしてるわけだよ、はい、元藪はどうするの、相談しに来た、俺告ろうと思ってんだけどつって、
ひょっとしたらうまくいっちゃうんだよ、雰囲気的には。やばい、どう転ぶか分かんない、悩むでしょ。悩みますね。これは親友じゃないんですよ。なるほど。親友というのは相手の幸せを望むことが親友なんですよ。僕だったら引いて頑張るよって言います。なるほど。その子が幸せであればいい、僕じゃなくても。なるほど。これが親友だと僕は思ってます。かっこいい。ヒューヒュー。かっこいいですね。いや、もう元ヤブだったらですね、これ確実に夕日を背に殴り合いますね。違うね、お前隠れてその子食っちゃうだろそんなヤブ元みたいな真似しないですよ。ヤブ元の血が流れてるからああ、なるほど。まあまあそんな感じでございます。まあドリームドリームでございました。いきなり終わりました。どっちもどっち。このコーナーは遊びに行くなら山派か海派か、ラーメンは味噌派か塩派かなど、もし何々ならどっち派かをお互いに対局に分かれ良き悪きを討論するコーナーです。はい。でも疲れてる今日。いや疲れてないです。なんかこう、このコーナーは遊びに行くなら山か海かみたいなね。疲れてるよね。しかもだいぶさっきから汗だらだら流しててスタミナを使い切ってるのかな。なるほどね。大事です。はい。今回はですね、もうすぐね、春もう間近でございますね。はい。もう花見も花も咲いてるとこもあります。はい。花見について花見は盛り上がるのか、はい、もしくは静観してみるのか、うん、どっちがいいかってことですね。はい。ですね、盛り上がり派、はい、盛り上がり派スペードです。はい。ほう。静観派が、あ、ごめんなさい、ハートです。静観か、はい、あ、見てる方ね、あ、いいな、やっぱり花は黙って静かに見ようで日本酒をちょびちょびっと見ながらね、こんな感じでございます、ね。はい。さてこれをですね、まずまぜ、はい、俺も分かんなくなってきたんで、まぜ、さあどっちが引く。じゃあ自分からいきます。じゃあ、はい、どっちでもいい。はい、どっちでもいいですか。じゃあ、はい、おっとどっちだ。どうですと、こっちがハートですね。と、はい、いうことは、はい、スペードは盛り上がる方だよね。盛り上がる方です。盛り上がる方、はい。じゃあ盛り上がる方が、ノブで、はい、黙って見ていることはないと思うけども、モテヤブくん危ねえモテヤブくんです。いいよヤブ元、いけ、はい、さあ行きます。今日もチンは持ってませんので行きますよ、はい、よーいチン、はい、花見ですよね。花見です、はい、花見ですよ。いやそうです、花見、こうなんて言うんだろう、こう、はい、花見じゃないよ、はい、うん、花見です、ね、つまんないね、はい、はいじゃないよ、はい、親父ギャグです。うるさいよ。やっぱこう、うん、誰かと共有したいっていうのがありますよね。はい、あ、一人でよりも一人で、はい、なんていうかこう寂しく見るよりも、うん、はい、こうみんなで一緒にこう見た方がやっぱりこう、うん、花見ってやっぱりこうすごいこうなんていうか綺麗っていうか、こうわーって咲き乱れる。言葉が出てこないぞ。どうしたどうした。咲き乱れるみたいな感じが、はい。咲き乱れるってすごい言葉ですよね。酒を飲んで咲き乱れるみたいな。なるほどね。はいはい。なんかやっぱりこう自分なんかも花見行くときはやっぱり誰かと一緒っていうか。はい、何人ぐらいで行くの？はい、そうですね、やっぱり 5,6 人、うん、じゃあみんなで行く、ね、はい、利点っていうのは何かな。まあ騒げるのもそうだけども。そうですね、やっぱりこうお酒飲みながらっていう、はい、なるほど、やっぱ恋バナも咲くというような、はい、うまいこと言ったよこれ、うん、ああ何もない、あ、そうじゃあ静観派どうなんだよ。はい、じゃあ静観派、はい、言わせていただきます。言わせてちょうだい。はい、ですね、まず最近の傾向、まあ、っていうなの、何言ってか分かんねえよ最近の傾向ということなのかどうかちょっと分からないんですけれども、はい、なんかもうお花見ってもはや、うん、お花が咲いているところでただ宴会してるだけじゃん、お花見か、花を見るか見ないかなんて関係ないじゃんっていうことに。それを含めてお花見と言うんですよ。それを含めてお花見と言うんでしょうか。そうです、それを。なるほど。僕はですね、正直お花を見に来たんだろう。要はね、要はお花見っていうのはね、花が咲いてる下で、はい、ね、みんなでワイワイ楽しくやりましょうよって、はい、そしたら花が散ってくるわけだよ、桜が。チラ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 。それが風流なんじゃないのね、うん、見てるわけだ結局は、ちっとなも、まあ確かにそれが杯の中にペッと、うん、入らないね、うん、なんかこう誰か一緒にいないとこう、一人ですか、一人で見るってこと。あれ信子は寂しがり屋かい。自分寂しがり屋です、はい、彼女は、彼女は、うん、
彼女は今いないですけど、はい、寂しがり屋だね。あ、寂しがり屋ですね、はいはいはい、でなるほど。ノブじゃなくて元矢部くんどうぞ。はい、元矢部くんはですね、そちらのですね、まあ、宴会をしていたらですね、当然なんかもう皆さんワイワイ騒ぎまくるじゃないですか、はい、そしたらですね、だんだん収集がつかなくなってきまして、誰か一人は収集つける人がいないと困るじゃないですか。まあ、これは花見に限ったことじゃないんですけれども、じゃあ花見のことじゃなくてもいいわけじゃん、はい、まあ、そういうことなんですけれども、うん、はい、ですね、そのまあその収集をつけなきゃいけないに加えて、さらになおかつ僕はあくまでもお花を見たい。ああ、うん、お花を見たい。じゃあ何、花を見るだけで、はい、ただ別に何も食わなくても飲まなくても、うん、見るだけでいいと。じゃあまあ極端なこと言うと、うん、家の中でもいい。そうだよね。そうだね、家の中でただ桜を咲かすことができるかどうかは別問題として。はい、桜の枝をちょっとね、お花屋さんで買ってきてたよ、うん、ね、咲いてるやつを、はい、で、一輪挿しに刺してたね。いいっすね。まあ、それを見ながら何を思う。それを見ながら風流だなって思います、ね。まあ、それも確かに風情がありますけどね、うん、はい、でもやっぱ花見っていうとやっぱこう桜、大きなこう桜の木の下でこう、うん、まあ、何本か、まあ、ノブ今までどういう花見やった？じゃあ、うん、気になる。今までどういう、まあ結構あれですね、うん、スタンダードな、スタンダードな、ノブにとってだけども、はい、まあ、スタンダードとは、スタンダードとはやっぱりこう桜の木の下でこう、うん、まあ、誰かがその大きな首の木の下でみたいなね、はい、ブルー、まあ、シートを敷いて、ブルーシートね、はいはい、はい、誰かがこう取っといて、うん、はい、取っといて、ああ、はい、でそこにこうみんなが集まって、まあまあまあ内容的にはどんな感じのこう雰囲気でやるのよ、はい、まあ、雰囲気だとやっぱりこう、まあ、なんて言うんだろう、居酒屋にいるみたいな、そういう感じですよね。なるほどね、はい、僕の時代違うんですよ。必ず花見といったら喧嘩ですよね。喧嘩、酒飲んで喧嘩で、こうなったらてめえら散らしてやるわ、はい、おめえも花と一緒に散らしてやるわっていうような、ドンパチは、ドンパチはやばいね、ドンパチはね、ドンちゃんやりますね。血桜っていう言葉ありますからね。そうです、血しぶきが飛ぶみたいな。いやもう本当にね、実は芸能界にいるとですね、血の気の多いやつが僕の世代って多かったんですよ、やっぱり。何かにつけて酒飲むとね、うん、酒飲むと暴れちゃうやついるよね。います、います、そういうのは多かったんですよ。だからね、もうみんなね散ってました、うん、でもこれさ、はい、結局は本当のところノブはどっちがいいの、みんながいいの、それとも一人で見た方がどっちがいい？正直なところ、うん、なんて言うんだろう、まあ、今までこうやったのはその 5,6 人ぐらいが多かったんですけど、うん、まあ、自分、まあ、正直なところ言うと、うん、まあ、まあ、一人はちょっと寂しいなって思うんですけど、うん、2,3 人ぐらいがちょうどいいかなって、はい、僕は二人がいいな。二人です、好きな人と二人でこう、あ、カップルで、カップルでね、そうですね、確かに二人、ね、はい。でも理想としてはだよ、はい、こんな花見をやってみたいってのある？こんなすんげえ花見をやってみたいとかある？すっげえ花見、あ、そうだな、うん、花見すっげえ花見ですか、うん、こういう花見をしたいなっての。例えば僕だったらね、はいはい、皇居の周りを完全通行止めにして、あ、ね、はい、僕のオープンカーで酒を飲みながら、まあ、もちろん僕は運転しないよ、はい、飲みながらこうずーっと皇居のずーっとね、うん、回るというね、一周するというね、こんな贅沢なことはないでしょ。なるほど。そんで門まで来たら天皇陛下ありがとうございました、一礼して、あ、貸してくれたお礼をするんですね。そうです、当たり前じゃないですか貸してくれたって、あれ貸してくれるという問題じゃなくて、やっぱりね、日本の象徴なんで一礼をしてですね、はい、お酒を飲んでありがとうございましたっていうのをやりたいなっていうのはあるんですけど、こんな感じです僕が思ってるのは。なるほど。どう、はい、ノブだよ、ノブ、大丈夫ですよね、はい、一番、こう好きなこう桜の名所っていうのがありまして、どこ、はい、芝公園ってあります、ね、あ、ありますね、はい、芝公園、あそこやっぱこう貸し切りでちょっと仲間うちで、まあ、何人かこう集めて、何人、はい、メーカー2個芝公園、仲間うち何人、そうですね、やっぱ結構大人数で行っちゃいますかね、そこは。例えば20、30人ぐらい、20、30人、はい、男女の割合は、男女の割合10、10ぐらい、10、10、なるほど、これ合コンですね、軽い合コンですね、やっぱそう、なるほど、はい、それでどういうことをやって飲んで遊んで騒ぎたい、はい、そうですね、やっぱり まあ、結構広いじゃないですか、広いですね、はい、だからやっぱり、はい、まあ、そこら辺一帯、まあ、使えるんで、はい、まあ、東京タワーに登っちゃおうかとか、
まあそうです東京で鉄の方から登るかと酔った勢いで酔った勢いで鉄から登るかと鉄から掛け事ですね登れるか登れないかダメダメだね俺らってさ俺らのせいって必ずそういうさ荒くれんなこと始めちゃうんだよ本当にそういうのはない平和的に行く、まあ、平和的にまあ結構大人数でやりたいですねやっぱり。なるほどね、はい、じゃあ元藪のしょうがないから聞いてやっけどどっちだよ、はい、元藪はですねもう完全にもう一人で静かにやりたいです、うん、何やりたいんだよそうですね俺だったらですねもうやっぱ誰もいないガラーンとした、うん、場所まず場所場所場所もうそうですねやっぱ京都僕は皇居っつったよね、はい、ノブは芝公園っつったよね、うん、君はどこだよいや僕は京都ですああもう京都足ないね京都だって持ってきてすげえよね自分だけもう誰もいない京都のどこだよもう京都のちょっと名前は分からないです分かんなきゃダメもう俺は皇居皇居芝公園芝公園、はい、京都のどこ京都のうーんそうですねじゃあ二条城ああ桜あったっけ二条城来ました桜あったっけありませんでしたっけ二条あったっけ二条城って桜あったっけごめんなさいありましたねはいそれでありましたかよかったよかったパッと思い浮かばないんですはいありがとうございますはいもうその誰もいないところでですね夜桜を見ながらも一人でもう夜桜なの夜桜を見ながら君のね場合分かってんだ夜桜を見ながら、はい、ゲームをやりたいんでしょまあ確かに酒飲みながらゲームはやりたいかなと思いますよゲーム大好きだよね、はい、あなるほどねそこはですね本当藪本そっくりなんですよ元藪は、はい、ところでホルツは花見あんのかいホルツはどうそうですねちょっと藪本から何も聞いてないんですけれども、うん、ちょっと今度藪本に聞いてみましょうか、うん、自主的にみんながやろうっていうさ、はい、あれがあるかどうかってことほら会社側からやろうじゃなくて、うん、そういうのあるのノブいやまだこう話は出てないですけど、うん、はいそうですねみんなで話し合ってもうこれからですからね洗いはのけもんにしてやろうってことかそういうことかあいつうるせえからなっつってみんな運じゃねえよ俺運なんて今運つったらよ言ってないですひどいねもう全くちょうどあれですよね横浜あたりでもこう綺麗なとこ綺麗なんだよね、はい、ありますしかも桜園がありますね桜木町ですよ桜木町、はい、あの桜木町の前のあの公園、うんなんて公園名前わかんないあの わけんねえじゃないんだよ君アホな子かアホな子です何公園でしたっけなんて公園桜なんて公園だよですねあとね僕根岸公園なんかいいんじゃないかなと思うんですよね根岸あはい来ました山下公園なんで あ山下公園も綺麗ですよはいはい、あそこ来ました港の三浦公園も綺麗ですしね僕横浜大好きなんですよだんだん話が変わってきちゃったからねまあ結局はみんなでやりたい派と一人で生還したい派ってことですね、はい、まあどっちもどっちはこんな感じでございましたはいエンディングでございますそういえばノブさ、はい、衝撃ライブでさ、はい佐島君はですね、はい、照明と音響をやるんですよねはい今回どうですか、はい、やらせていただいて、はい、気持ちとしては気持ちとしてはそうですね、うん前回まあ前回もこう一応スタッフとして演出補助としてこう携わらせていただいたんですけど、うんうん、今回こう音響と照明っていうことでなるほどこのままスタッフを目指している、はい、スタッフいやでもこう演じる側としてもこう勉強になりますよねやっぱりなるほどね、はい、分かりましたじゃああと応援もねいろいろあると思うんで応援の方のお便り先をですね、元矢部くんかなお便り先はい元矢部くんがはい、はいではお便りは、うん、はいお便りアットマークオフィスハイフンフォルツァドットネットこちらまでお願いいたしますスペル言わなくていいのこれスペル、スペルはですね、うん、OTAYORI アットマーク OFFICE ハイフン FORZA ドット NET これ全部小文字ですロボットのようだね、はい、まあお便りアットマークオフィスハイフンフォルツァドットネットですねあとですね、はい、フォルツァ横浜からお知らせをじゃあノブくんどうぞはい、私たちと一緒にレッスンで現場型のトーク力や、現場型の演技力をつけながら、うん、FM ラジオのパーソナリティをやってみませんか、見学や無料体験もやっておりますので、ホームページよりお気軽にお申し込みくださいはいアドレスいっちゃいましょうかお願いします。はい、アドレスは、はい、
http://www.office-forza.net です。今ですね、www.office-forza.net でつながりますね。はい、あとね、まあ衝撃ライブもそうですし、はい、あと演劇訪問もね、これからやってきますんで、はい、いろいろやっていきたいと思います。では次回も荒井正和と、じゃあ荒井正和のスパルタ学園、ごめん、荒井正和のスパルタ学園、スパルタ学園、よろしく。この番組はオフィスフォルツァの提供でお送りいたしました。騙されるさらっと笑いながら、でも騙されはせず